週水曜日の今日これです。今週の担当は山内美和さんです。はい、よろしくお願いします。京都には伝統工芸の技を受け継ぐ人や企業がたくさんありますよね。はい、今回はその伝統を継承する京人形の職人が斬新な商品作りに挑戦する姿を取材しました。はい、宇治市にある人形店、こちらではひな人形や五月人形を作っています。今は来年の桃の節句に向け人形作りの最盛期なんです。御所や貴族に納めていた京都の人形作りの技術を継承しています。家業を継ぎ人形を作って20年の三宅圭介さん、ライフスタイルの変化や景気の悪化でここ10年は売り上げの落ち込みを感じています。伝統工芸というのが少しずつそのなんていうんですかね、こう世の中で、その肩身の狭いような産業になりつつあるっていうのは、まあ、少しずつ感じるようになってきてまして、まあ、新しいその商品を開発することによって、まあ、我々の技術がこう生かしていけたらいいなっていうふうに思いながら今やってます。そこで三宅さんが思いついたのが、こちら五月人形の甲冑をイメージしたカバンです。キラキラしてますね。この光り方がかっこいい鎧みたいですよね。こちら一つ一つ手作業で作っています。ひな人形の衣装を加工する道具を使ってカバンの生地に穴を開けます。大きいバッグですと全部で900個、そこに甲冑のパーツをつなぐ紐を通す技術を使って金属の板を施していきます。このカバンを若者や海外向けに提案し、人形を手にすることがなかった人たちにも伝統の技術に目を向けてもらおうとしているんです。人形作りの技術が生かされてるんですね。そうなんですね。こちらが一番最初に作らせていただいたものなんですけれども、はい、この初めの作品は革を切って紐でつなげたものなんです。このように革や布を使ったりして試行錯誤していきましたが、カバン作りに関しては全くの素人、納得のいくものができませんでした。そこでさまざまな意見を取り込もうと伝統工芸に関わる企業と京都商工会議所などが集まるグループに参加しています。伝統工芸の感覚や枠にとらわれず本当に売れる商品をとアドバイスされ衝撃を受けた三宅さん、何度も試作を繰り返してきました。この方にデザインは良くなったと褒められたんですが、他にも問題が。定価で16万円。デジタルでしまいました、少量生産のため丁寧な手作業とこだわりの材料を考えるとどうしても高い値段になってしまうのが今の課題なんです。そうなんでしょうね。その仲間 その、いろんな意見を聞いたりとか、あとアドバイスを聞くことができますので、すごく助かったんですよ。三宅さんは今年このグループの活動でヨーロッパや上海の展示会に出展、まあ、侍とか忍者っていうのは知られてるようで本当にこの好評を得たんですね。試作品でありながらも展示しているカバンをそのまま売ってほしいというお客さんもいたほどでした。アドバイスを取り入れながら進化してきた甲冑カバン、京都のカバン屋さんに協力してもらい作りは本格的に。そして素材も革から金属へ、より甲冑らしさを感じられるデザインになりました。いろいろな形があるんですね、はい、洗練されてちょっとこう上品なイメージ。そうですね、はい、やはりあの私一人だけではどうしてもそのつるカバンのプロではありませんので、作り込みが甘いところがあったんですけれども、カバンとしての機能も、しっかりしたものになって手に取っていただけて、あのかっこいいな。でそれが実はこう京都の伝統工芸の技術を生かされて作られているんだなっていうことを分かってもらえて、再認識していただけたら非常にありがたいなと思っています。
京都に受け継がれる技が息づく甲冑カバンで新たなマーケットに切り込みます。次第でね、はい、技って伝え方がいろいろあるんだなって、うん、京都に来てよくよく感じます。皆さんいろんなチャレンジをされてるんですよ ね、 されてますよね、はい、そしてこちらにお借りしてきました。ぜひ手に取って、そう、はい、これ重くないんですか。結構軽いですよ。これならね、甲冑姿の武将にも似合うわけはないかまあでも男性でもね、そうですね、でここが金属、はい、でこちらが革、はい、革でできた、金属と革なんですね。革に金属を施してこの甲冑らしさを出しているということなんですね。どうですか亜美さん、男性も女性ってわけじゃないんですもんね。もうあの男性も女性にも合うような、はい、デザインを出しています。小田さんも、あ、本当だ、思ったより軽いです。そうです、もうちょっと重たいかなと思ったんですけど、はい、女性でも気軽に持てる重さですよね。どうです今日の私のこの服に、服にぴったりですよ野田さん、じゃないですか。ねえ、ねえ、こうかっこよさもありながら、はい、きらびやかで華やかで、うん、上品で、そうなんですよ、いいですね、うん、ちょっとというかだいぶお高いんですかね。まだまだこちらも、そうなんです、その半、まあ、商品はできたんですけど販売まで至っていないのでコストダウンがまだできていないというところで、まあ、これからの、はい、今月できたばっかりなんですよ、うん、で、あの来月には上海の展示会に早速持って行って販売をするということで、これがどん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 人気が出たらもう少し手の届きやすいお値段になるかもしれませんね。このようにこちらの、ね、はい、赤も黒も、黒もまたね違った魅力があって、そうですね、これ光の加減で色が違って見えますね、はい、キラキラするのがこの甲冑カバンの魅力ですね、はい、でこの三宅さんのカバンのように伝統工芸の新しい取り組みや知恵を生かした商品を、あの生み出した企業が一堂に会してその活動を紹介する知恵ビジネスメッセ京都ミレニアムショーケースという催しがあさって1日の金曜日に都メッセで行われます。甲冑カバンも出品されますのでぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。詳しいことは上海には行けなくても、ね、そうですね、見られるんですね、はい、今日これでした。